よし、もうさっさと終わらせよう。ロイヤルミラーソードの何枚もいいね。当たり前か。この曲調で歌ったら渋かったと思うな。というわけで東京女子寮の話は終わります。ちょっと裏でやってるユースとかね、すごく面白そうなんで、42人の方ありがとうございます。ということで、他に何かのことかな。10月14日もう最近この話題でもうお前うるさいと言われそうなぐらいパティロケッツにハマっている私でございます。で、まあ今までですね、まあ、B フラットっていう、よくB フラットって何ってよく聞かれる、まあちょっと今更なんですけどね、 B フラットとパティロケッツって何が違うのと。B フラットって、B フラットって何すかね、研修生グループみたいな、AKB 研修生、もしくはハロプロエッグみたいなね、そういう名前だと思ってください。うん、でね、実はその、ステップ1には、もっと他の名前の、あれもある、いるんで、ちょっとそこは分かりにくいっちゃ分かりにくいんですけども、他にもね、皆さんが知らない、ミミミとかっていうグループもあったりとか、見えない、すべての子たちがすべて研修生というわけでもないっぽいので、ちょっと一概には言えないんですけども、まあ、ドロシー・リトル・ハッピーも、まあ、今前は B フラットだったと。で、パーティーロケッツも B フラットだったと。ということで、ハロープロエッグ研修公演みたいなのもね、あるとしたら、今の B フラット。一応ね、便宜的に、前の B フラット、今の B フラットってまたちょっと違うので、第3期 B フラットとか、みたいな話をしてます。名前、便宜的にね。そういう名称があるわけじゃないですけどね。うん。僕たちの中でも、あの時の B フラットとか、この時の B フラットっていうのは、いろいろ話が、錯綜して、わけわかんなくなっちゃうんで、パーティーロケッツ、ちょっと書こうかな。まあね、これパティロケ界隈の人はみんな分かってるんだけど、実は意外と知らない人が多いんだなということに気がついてですね、今に至る2000、あの時なんだっけ、横丁な、初めての横丁2011年の確か11月かな、初横丁で、この時に、第2期ディープパープル、ヤンギラみたいな感じ。で、パーティーロケッツ結成がいつだ ?7 月 ?6 月 ?2012 年6月
パティロケ結成と。こうに言ったらいいかな。うん。なんつったの、うまい書き方かな。うん、選抜ちょっとこんな風に書いてみたんですけどね、東京に来るイベントが少ないだけでステップ1の中には昔から B フラットっていうのがありました。で、地元のイベントとかそういうところで、いろいろやってたんですけども、そうだそうだ、ちょっとねコメントありがとうございます。パチロケ界隈からありがとうございます。のちむさん、パチロケ来たと、パチロケネタ来たと、うん、ちょっとこの辺で僕も忘れちゃってるところあるんで、ちょっと補足お願いしますありがとうございます。アリさん、ジャニーズジュニアみたいな感じですよね、 B フラットと。そうですね、全くその通りです、うん、ジャニーズジュニアっていうのが一番皆さんの身なじみがいいとこかな、うん、でね、ジャニーズジュニアの中でもなんとかなんとかとかっていう、その時点でグループが組まれたりするじゃないですか、うん、あのいいとこにちょっと近いかなと。もちろんあの、規模はね小さいですけどね、仙台のまあ言っても小さな事務所さんなんでね。ミミ、プリティレモンなんてグループもありますよね。そのとおりですね。プリティレモン忘れてた。今あんのかな、うん、ミミっていうグループは今でもあって、1枚結構いい曲をね、CD 出してます。あの曲いいよね。うん、また可愛いんだなぁ、ステップ1の子。うん、で、ちょっとこんな風に書いてみました。これはまあ東京太田さんが思う、なんだろう。東京太田さんが東京でやるイベントを中心に、なんていうかな、やった感じなんですけど、2011年の渋谷公会堂で初めての横丁祭りが開催されました。その時のオープニングで出たのが、B フラット。これは第2期って私は勝手に呼んでます。で、その時に、まあ、たくさんいたんだけども、7人の選抜メンバーっていうのがいたんですね。コウメちゃんとかを中心にして。まあこの時の衝撃がすごかったわけですよ。もうなんだこれはと。ねちょっと前、去年ピストさんとかに話聞いてて、で仙台のその、なんだっけ、ステップワンショーケースとかでね、映像とかたまにありますけど、そこで、いやステップワンはすごいよと、全く単にまあ地方にあるってだけで、そのレベルっていうかダンススクールとしてのあれはもう全く遜色ないと、これすごいよっていう話をちょこっと伺ってたんですよね。でそこの中で、まあ、ドロシーがだんだんこう話が聞こえてきて、ドロシーすごい、ドロシーすごいっていうのも聞こえてた。でね、去年の TIF とかで、ドロシーのパフォーマンスがあって、こんなすごいやつらがいて、その下の下部組織っつったらまたすげえだろうという噂は、まあ知ってる人はだんだんこう分かってくる、だんだんこう何て言うんだろうね、こう広まってきたような感じだったわけですよ。で2011年11月に、まあオープニング前座ですよね、一応位置づけとしては。で出てきたのがその B フラットっていうとこだったんですが、これがすごかった、これがすごかった、曲もすごかったしね、これ多分ソッテレでも確か言ってます、去年の今頃、うん、っていうのが、まあ僕が勝手に言ってる第2期 B フラットと呼んでます。でその中に7人だけ、まあたくさんいるんだけども選抜メンバーがいて、それがいろいろあって、確かね、3月とかでしたっけ、地域パレードと台盤とかね、マウントレーニアとかでやってたと思うんですけど、あれがその選抜メンバーが7人がいたのが、そのままグループとなってパーティーロケットとして結成されたのが、経緯でございます。
うん、で残念ながら一人、愛理ちゃんっていうのがいたんですけども、かなり中心的メンバーでボーカルとかもリード取るような、子だったんですが、まあこれ健康上の理由ということでね、しか、まあ、歌ってないんですけども、健康上の理由で、お休みするということでした。で当然そのまあ僕は全然 B フラット時代はまあ薄いオタでしたんで、ほとんど現場にもあんまり行かないで、たまにショーケースとかで行く程度で、まあちょっといろいろ思いはあったんだけども、行ってなかった、うん、で、パーティーロケツ結成されたとなって、あこれでちゃんと動くんだったら行こうと思って、自分の中でもちょっと変化があってですね、あとはももクロを完全に打開したっていうところもあってですね、これは行かなきゃっていうことで、最初の渋谷のボックスとアストロホールでやった、ライブ全部で4公演あったんですけど、全て行って、まあそこからまあこれはもう間違いないと、うん、まあね楽曲性だとかあのいろいろねステップワンさんの告知のまずさとかね、まあいろいろそういうバックアップ体制とかありますが、基本あの僕、グループが良くて、ちゃんとやっててパフォーマンス高かったら、実はそこ楽曲どうでもいいとは言わないですけどね、どうでもいいとは言わないですけど、パーティーロケッツが例えばあのラップ歌ってても多分行っただろうなみたいなね、うん、もっと ABEX ソングっぽくても多分行っただろうなと、そこは実はちょっと結構楽曲と切り離せる、ところがあってですね、あもうこれは行かなきゃということで、すんなりオタになりました。で、その最初にあったのがいきなり、これがまたステップワンらしいんだけどですけども、ドカーンと東京でライブをやるということで4公演一気にやったと。で、あ、そうか、その直前にあれ7月か、これそっかそっか7月ですね。で7月一応7月まああのステップワンさんと7月1日、はるちゃんの誕生日だもんね。7月1日、横丁夏祭り。この時に初お披露目。で、で、今回の10月14日単独と。いや、www とこんな感じのタイムラインでございます。で、ね、まあほとんど皆さんご存知だと思うんですけども、7月1日横丁夏祭りだっけ、まあ、ちょっと 日付7月と思って、その時に、お披露目をして初恋ロケットという曲をやって、でその数週間後かにボックスでライブをやって、でその時には残念ながらその愛理さんアイリさんという子はいなかった。でこれねいろいろ憶測を呼びました。あの界隈でもいろんな話があってですね、まああの皆さんご存知のようにモーニング娘。にですね、石田あゆみさん、ねが入って、その子がステップワンで、ね、その子が受かってもう一人の子が落ちちゃったんね、あの娘のオーディションは。ということでもしかしたらですね、あの愛理ちゃんはそういうそのね娘の次の、まあ、今回小田さんっていう子が受かりましたけど、そのオーディションの要因なんじゃないかとかね、そういう準備に入ってるんじゃないか、まあちょっとそういう話の方が太田さん的にワクワクする話なんで、うん、もしかしたらとかっていろいろそういうあの考えてはいたんですけども、まあ結果的にそういう話でもなく、まあやっぱりシンプルに健康上の理由ということだったそうです、だったようです。うん、でまあねいろいろあのこういう話はまあ別に掘り返すつもりもないですし、僕はまあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、ね、いろいろあるじゃないですか、本格デビューになると本当にこれからやっていく気持ちがあるかとか、あとは家族のバックアップ体制とか理解があるかとかね、そ
そういうのもあると思うんで、まあそのね、みんな若いですし、コウメちゃん中3、他が中2が2人、あと中1が3人と、で、アイリさん中2かということで、みんなね若いですから、本当にこれから仙台東京を往復していくあれがね、いろいろ条件が揃ってるかというところで、まあ、本当に健康っていうのも大事ですからね、あの女性ですから健康的に、まあ、どんな時もライブができるかどうかって本当にこれ重要な話だし、ね、あの本当にそこが揃わないと、タレント活動って難しいですからね、ということで、なんだかんだ言って結局は健康の理由ということで、そのアイリちゃんという子が一人バディロケッツには入らなかったということになりました。で、ね、まあ B フラット時代から見てた人にとってはですよ、まあなんとかあの選抜7人というグループで2年でしたっけ、ね、結構長い間やってたから、まあなんとかそのいわゆる戻す、ね、戻パティロケに戻してほしいとかなんとかとかってね、うん、いうあれはあったし、まあそうありたいっていうのはあったんだけども、まあちょっとどうしようもない理由で、結局はクロムピストさんから聞いたんですけど、社長さんに伺ったみたいで、まあアイリア戻ってきますと、ステップ1のには戻ってきます、ただしそれは全くゼロからのスタートで、いわゆるそのパーティーロケッツに途中加入するとかっていう話ではありませんと、全て白紙ですと、ただ彼女としては練習とか、レッスンとかそういうのは再開しますと、あの歌も歌えますということで、そういう話でした。だからまあとりあえずはね、その一番辛いのは芸能界引退とかね、他のね、ハロプロエッグでももう本当そういう子たくさんいますけれども、辞めちゃって全く学業優先のためとかってね、そこが一番辛いとこですんで、まあね、理想としてはバディロケに入るっていうのはあれですけれども、とにかく芸能活動として、継続してくれるんだなということで、まあ嬉しい気持ち、まあ良かったなという、まあよくはないけどね、まあね、戻すべきとかってね、太田さんも言いましたけど、そんなことはね、社長さんが一番そう思ってますよね、うん、そりゃ俺だって戻したいよって、特にステップワンさんはスクール系がベースの、事務所さんですから、この子がどういう風に頑張ってきたとか、どんな気持ちを持ってやってきたかっていうのは、まあ、もう間近で見てるわけでね、うん、そこがそのはい、じゃあオーディションやります、はい、あなた合格です、あなた不合格です、じゃああなた合格だけ来てくださいっていうのとは決定的に違うところですよね。もちろんそのツンクプロデュースも AKB もですね、研修生制度があって、まあ、ちょっといろいろ AKB みたいにシステマチックにできてるとかっていうのは違いはあれどですね、まああるわけですよ。ただじゃあ研修生が練習してるところで秋元康さんがそこずっと見ててですね、この子どうなんだろうなんていうのは多分見てないわけで、そんな見てる暇もないわけでね、そこがそのステップワンさんのところとは決定的に違うところだね。これ東京女子流だってそうですよね、別に佐竹さんが練習風景ずっと見てて、じゃあこの子この子って言ったわけじゃなくて、いろんなシチュエーションで あなたオーディション受けてみませんかと声をかけて集まったのが東京女子流でね、いわゆるそういうのが多分普通だと思うんですよ。だから僕ね、最近そのなんでスクール系のね、なんだろう、バーサスさんもそうですけどね、スクールを持っていて、そこからこう頑張ってる子とかね、やる気のある子とかっていうのを取り上げてこうデビューとかねっていうのが好きかっていうと、やっぱそこをちゃんと 見てるじゃないですか、まあ、当たり前ですけどね、この子にどうなってほしいとかね、こうやってタレントになってほしいなとかっていう思いがちゃんとこう理解されて、でこう大事なのはやっぱ規模が小さいですから、トップの人がどう考える、お前にはこういうふうに頑張ってほしいんだよというところもちゃんと分かりつつ理解をしつつ、
お客さんにも接するしステージにも向かうと、やっぱそこがねいいなと。やっぱローカルアイドルとかになると規模も小さいですから、そういうそのこの子ってどう客を持ってるんだろうとかね、ステージをどういう風に向かっていくんだろうとかっていろいろ考えるし感じちゃうっていうね、だからスクール系のところでちゃんとお前らの見てるよという人がグループ結成まで関わってやってるっていう、そのなんていう近い場所で見てるよと上の人がねっていうのがやっぱり魅力的に見えるところがあるんですよ、個人的に。ということで愛理さんが入れないということはですね、僕たちがああだこうだよとね、社長さんがですね、そんなもんあんたに言われなくたって分かってるよ、それは俺だっては混ぜてあげたいよと思ってるに決まってると。それはもうスターダストさんの日じゃないですね、そこの気持ちの入り方っていうね。まあそれまで組んであげて、どうしても愛理さんは入れなかった、パディロケッツに入れなかった、もうしょうがないと思うしかないでしょうとね。まあ、あわよくば彼女を応援する機会があるんならね、今後ね、まあこう B フラットパディロケッツ好きとしてはそういうなんか頑張ってねという機会があればいいなというぐらいだなと。はいはい、まあ、ということで7月1日、そうそう、のちぷんさん書いていただいたように7月1日の横丁祭りでシークレットで、第3期 B フラットのステージだと思ったらそのパーティーロケットがドーンと現れてきてですね、いきなり初恋ロケットをやったというサプライズがありました。それが多分パーティーロケットとして初めてのお披露目なのかな。ということで、まあいろいろその間にもいろいろ TIF に出たりとかですね、いろいろありましたね。なかなか TIF ではステージも少なくて、まあ正直地域パレードとはね、もうなんかああやっぱりこうなるんだなと、要するに運営の大きさイコールあれだよなというところは感じました。そんなこと感じると天の弱の自分としてはまた燃えたりするんですけどね。でいろいろあって10月14日渋谷 WWW、 これが本格的な、パーティーロケッツとしての単独ライブ、まあ、一応オープニングライブには B フラットも来たんだけども、まあ、曲数としても溜まってきたし、なんと新曲4曲ここはすごいんだよね。やるとなったらやる時の B フラットじゃないステップ1、4曲ですよ新曲、作ってきて、まあ、その新曲も少しずつ歌ってたりしたんですけど、ここで一気に、残りの3曲ですね、を出すという結構頑張ったあれにして、一切そのカバー、あ、ごめんなさい、カバー曲は1曲、あの相川七瀬の夢見る少女じゃいられないっていうのは、それ昔から歌ってた曲なんですけども、それだけはあるんですが他は全部オリジナルねっていうことでやったと。だからかなり気合の入ったライブでした。で僕が最初にチケット取った時は、何番だっけな、200何十番のもう一つが21番とかっていう感じで、まあそれは普通に最初の選考で取ったんですけど、まあこんなもんかと思っててですね、いろいろまあそういう話を聞きつつ、だんだんライブが近くなって、まあ僕たちもバディロケバディロケっていろいろ CD とかね配ったりとか、ね、みんなだんだん注目度も上がってきて、で最終的に、あ、僕チケット買いましたよとかって言ったら320番とか360番とかね、結局 WWW で、まあ、決して広い箱じゃないですけども、まあ入りました。400つったらもっとあれか、350は入りましたよね。盛況でしたね。もうちょっとまったり楽しめるかと思ったけど、まあもうこれだけやっぱり期待度高いんだなと。それは決してドロシーの妹分がとかっていう以外のなんかこう期待度みたいのを感じましたよ。嬉しかった。でね、ここすごかったのが、さあもうそろそろだなっていう時に、なんだっけ、そのアイリさんを
特別ゲストでライブに入れるという粋な計らいがあったと。でまあね、そのさっきの話じゃないですけど、じゃあなんかこうバチロケに戻しますというか加入させますとかね、そういうなんかサプライズがあんのかなみたいなことは、まあ、僕は多分そんなことはないと思ってたんですけども、まあ、何がしか発表があったらいいなみたいなね、あのいい知らせがあればいいなというのがあったんですが、まあ、結局そういうことはなかったんですけども、まあ、一番嬉しいのはね、何かこうタブーみたいにして、あもうこの子はパティオグと関係ないからみたいにしないで、まあ、大きくそのステップワンファミリーみたいな感じでね、彼女をここの場に混ぜてくれたっていうのが、ああよかったなっていうことと、まあやっぱりね、一緒にやってきた7人選抜7人だから、これだけパーティーロケッツの、ライブとして、おめでとうございますと、なんて言うんでしょうね、まあ、それをお祝いに来たみたいなね、お祝いに感覚的にはね、それを7人でできなかったけども6人のパティロケ頑張ろうよ、頑張ってねと、頑張ってねっていうのをその愛理さんが、歌で参加しに来たみたいな感じの瞬間で、うん、みんな泣いてましたね本当に。パティロケッツね、いいところはね、まあ結成して何ヶ月ですかあれなんだけども、まあ、小梅ちゃんがちょっと涙もろいっていうところもあったりして、こういういい瞬間にはみんな結構ね、ウェットになる、結構ね感動の瞬間になるところがいいんでね、うん、ここは大事だなっていうところをちゃんと彼女たち感じて、そこ時間を取って皆さんのおかげですとかちゃんとこうメッセージを出してくれるのがパティロケのグループとしての気質がすごくいいところで、お客さんもこう感動だな、感動するエモいシーンだなっていうところだと、ちゃんとねそこで、時間も取ってくれるし盛り上げるし拍手もするしというのがあるグループなんでね、そこがすごくいいね、早くもパティロケとしてこうグループの質が性格が出てるところかなと思います。ということで、すごくいいシーンでしたよね、うん、僕それほどビューラット時代はその思い入れないですけども、まあ残念ながら入ることができなかったっていう、そのまあビューラットありきじゃないですかパディロギはね、うん、そこをちゃんとないがしろにしてないと、グループのストーリーとしてそういう何がなこうなってこういう風に集まったっていうのはやっぱ大事なバックストーリーじゃないですかね。そこをやっぱ大事にしないといけないと。僕たちがなんでオーディションの時にああだったこうだった、あの子はこの時こうだったんだよねって話を必死にするかっていうと、やっぱりそのね、彼女たちの運命みたいのをこういろいろ調べる時にですね、運命を調べるってなんだけど、グループにこう思いを強く入れれば入れるほど、この彼女たちはこうやって集められたんだよとか、こうやってか選抜されて集まったメンバーなんだとかって、その経緯ってやっぱすごく大事ですよね、うん、そういうのをショーにするって言ったのが始まったのがやっぱり朝やとかね、娘だと思うんですよね、うん、それをこうまあちょっと娘の場合は面白おかしく、うん、その運命をある種もてあそぶような感じで演出してたと思うんですけど、まあ、それをするかどうかは別として、そういうストーリーを少しずつスタッフさんから情報を出してもらって、ああそうなんだと、この子はこれで入れたんだねとかね、で逆にこういう理由で入れなかったんだねとか、そういうのをちゃんと感じて、応援できるっていうのはこれファンの幸せ、じゃないですかね、うん、だからまあそんな意識があってかないのかわからないですけど、ちゃんとあの場に愛理ちゃんを入れてくれたっていうのはもう本当にありがたかった、嬉しかった、いい瞬間でしたね。あの映像をぜひ、ステップワン様におかれましては DVD かなんかで受注生産でも結構ですんで、
ね、ちょっと販売してくれたら嬉しいな。あのライブは本当に良かった。でまあ、そうは言ってもね、ライブその B フラットとしての機会はあったにしても、まあ今流れてる初恋ロケット、弾丸ハイジャンプ、あとはここに音源にはないママには言えないとかね、あとはコウメちゃんがメインで歌ってたその夢見る少女がいられないとか、なんかあったかな、うん、オリジナルソングとしてはもうそれぐらいしかないわけですよ。あとは前の B フラットの曲とかね、あとあったかな、ここに、うん、だからイベントとかやっても曲数はあれですし、まあ、多分ポリシーがあると思うんですけども、カバー曲っていうのをあんまり歌わないと、うん、まあ、それはそれでいいとは思うんですけどね。だから、なかなか、ね、曲も少ないし、そこでどう見せるかっていうのは大変だから、まあ、だからそういうのもあってか、オリジナル曲を4曲ドカッと増やすという課題もあったと思うんですけどね。まあ、そのストイックさっていうのは、まあ、その辺のグループに負けないぐらいステップ1はすごい、うん、うちは何としてもオリジナルソングでやるんだと、それはカバーを歌うのは簡単だけども、うちはオリジナルでやるよというところはやっぱすげえなと思います。で彼女たちすごいのは、まあ、ドロシーもそうですけどね、それを自分たちで大人の力借りずに何時間も練習して、もちろんね、指導がある時とかいろいろあるけども、そこがスクールのすごいところで、自分たちだけでそれを高めていくとね。それはもう要所要所でいろいろチェックが入ったり、できてるできてないっていう評価はあるんでしょうけどもね、自主性の中でそれをやってるみたいなんですよね。そこがなんかね、そういうところもなんか女子流とかそういう風になってたらいいなとかってね、やっぱそこがスクール初のグループはやっぱり なんて言うんでしょうね、学校教育じゃないですけどね、結局君たちなんだよと、別にマネージャーがステージ、まあ、ステージにマネージャー出るところも多いですけどもね、マネージャーが踊ったり歌ったりするわけじゃないですからね、そう、君たちがやるんだから君たちでなんとかしなさいというところの自主性を高めていくっていうところがさすがだなと思いますね。まあ、もちろんその裏にはね、グループのそれ以外の子たちで刺激し合ったり、あとは、まあ、聞くとこによると、ドロシーのカナちゃんとかね、リーダーダーリーがいろいろ指導をしたりとかっていう、そのあれもあるみたいですけどね、うん、その辺のあれはすげえな、うん、ちょっとコメント、B フラットと VS キッズのイベントやってくれないかなとね。そうなんですよね、とってもね、僕たちとしては両方見てるあれですけども、片やその VS さんはどっちかというと女優系のね、スクールというか映画に出たりとかそういうのをやってるところで、まあ質が全然違うんだけども、なんかねこういうの手を取り合って、前ねバーサスさんで仙台イベントとかやりましたけどね、あれは全然ステップ1は関係なかったけど、なんかね、なんかいいコラボできるなっていう、バーサスキッズも CD 出しますからね、なんかねえかなって、もう俺が何かできるわけでもないんですけどね。7月1日にシークレットで初お披露目ありましたねと、そうですね、ありがとうございます。それが横丁夏祭りでしたね、うん、そうだパティロキの CD ちょうだいねって、今流れてるやつ全部って、そうですよ、もう僕ね持ってったんですよ CD3 枚、あんたすぐ帰っちゃうからね、渡すチャイタイミングなかったのよ。そうなんだよ、持って帰ってきたよ結局 CD、 もう送ってやろうかな本当に。まあでもね、次の音源に期待です、正直言いますと、あんまりこの音源はあんまりなんで、あれなんで、まあライブ見てください、うん、CD はいくらでも差し上げます、うん、っていうことで、ライブ自体、まあ結局その新曲4曲1曲は赤坂元気劇場っていうところで事前にちょっと発表はして、ああこんな感じだなっていう、まあ要するに、共通するのはその80年代終盤90年代とかの、まあ
ハードロック、ちょっとメタル、明るいメタル、明るいハードロック、アメリカンロックみたいなね、そういうラインです。で、面白いのがね、結局あのミックスだのケジャだのっていうそのオタノリが一切無視されてる。もうね、大変なんですよ、お客さんは。それコール入れたから、 なんとか入れたいじゃないですか。 なんとかこう自分たちのこうね協力できるところを模索してるんですけど、それが全然ないっていうね。もう最高です、もう痛快です。そういう曲が多い。でもやっぱりあの別にミックス自体からセブンバン現場に来てるっていう人はやっぱり、少ないわけでね。そこら辺もお客も分かってて、まあどうやってあの邪魔しないように応援できるかなみたいなね、あのまあいろいろコールもコール論争もありますけど、そういう曲です。うん、ですごかったのが4曲あるうちの、まあ、1曲っていうのはハイスピードなそういう初恋ロケットみたいな曲なんですけども、そのうちの4曲あるうちの2曲がなんとバラードだったと。うん、なんかミドルテンポとかゆったりしたスローとかでもなく、もうめちゃめちゃ歌い上げのバラードでした。これよく作ったな、こんな曲と。でそのうちの1曲はなんと踊りも振りもないっていうね、体をこう揺らしてるだけでちょっとポジションチェンジがあるぐらいで、踊りらしい踊りがまずなくて全部歌わせる。で、一応その曲を紹介するときに、リーダーコウメちゃんから、この曲は実はあの、あまりにも歌い方が難しくて、表現が難しくて、もうこれはダメだねと、あのライブでは歌えないねとか、歌えないなってもう言われたぐらいの曲ですと。それぐらい自分たちが苦労した曲ですけども聴いてくださいと。ね、まあまあその辺のあれはいろいろ、まあ、指導のあれとかもあるんでしょうけどね、まあ、それぐらいそりゃ苦労するよそりゃね、歌しかないんですもん。うん、あの自分もねダンスよりも基本歌でやっぱりちょっと生歌中なところがあるので、やっぱりね、いくら激しいダンスで SKE48 が踊ってたとしても生歌で歌ってるスマイル学園の方に惹かれるわけですよ。ね、もうね、そこがね、姫キュンに行けないところでね、姫キュン好きな人ごめんなさいね、もう全然関係ない、あれの趣味だと思ってほしいんですけどね。やっぱ自分は生歌中っていうだなと。で、なんで生歌中なのかなって自分で考えたときに、やっぱね、ライブアイドルを見てるわけで、ライブで、それはライブでダンス、ライブで MC もそうだし、ライブで彼女たちのわちゃわちゃを見るのもそうだし、ライブでやっている、こんなにやってますよ、ライブこんなにやってますっていうのをいかにこう伝わってくるかが見たいんだなと、最近気がつきました。で、そこで声がない。残念ながら彼女たちの今の声がないっていうのがやっぱり自分の中で激減しちゃうんだよね、どうしても。うん、これは僕の感想です。グループがいいとか悪いとかじゃなくてね。ライブアイドルがステージでライブをやるときの魂の叫びというかですね、表現みたいなやつが見たいわけじゃないですか。それで言ってるわけで。ね、そこで、その、もうね、かぶせてもいいんですよ。もうね、かぶせてもいい。もうそしたらそのかぶせの中で出てくるかすかな声を聞いて、ああ、彼女今こんな声してるんだなとかね、こんな状態なんだなとか、頑張ってるなとか、疲れてるなとかね、ああ、上手くなったなとかね、ああ、こんな変え方、こんな表現の変え方するんだなとかっていうのを感じたいんだよな、うん、僕はね。っていうところが最近気がついたところ。だから、ハローは見るけど AKB は見ないっていうのはやっぱりそこなんだよね。うん、っていうところで嬉しかったのは、そのバラード曲、歌を聴かせるバラード曲プラスそのうちの一曲が、まあ、ほとんど歌を聴かせるということで、何て言うんでしょう、ダンスでごまかしが効かない、その歌だけの6人の曲っていうのを
これからパーティーロケッツは聞かせますよという思いがなんでしょうね、伝わってきてもうすごく嬉しかった、うん、もちろん曲も良かったし、よくぞここまでこんな難しい曲を、まあまあね、なんか内容としては友達と別れて、辛いなんとかみたいなね、流せね、ちょっとたくさんも書いてらっしゃいますけど、笑っちゃうほどの泣きのギターでしたねと。そうですよね、本当に本当に、うん、スラッシュみたいなね、日本人が大好きな泣きのギターみたいなね、そういう曲で、まあ正直あれですよ、今のね2012年からしたらね一番ダサく見えるとこですね、2000ね、あれ90年代かな、ガンズとか一番あれだったのね、90年の初めとかですよね、スパゲッティインシデンツとかね、そうするとちょうど20年か、もう20年かね、ちょうど20年ですよ、20年前ぐらいがほら一番ダサく感じるじゃないですか、20年前がね。ちょっとのちぷんさんもね、あの書いてましたけどね、演歌を感じましたと。その通りですよね、本当にね、悪い方の演歌うん、本当に本当演歌ロック。昔あのマーティ・フリードマンがあのね、あのテレ東で番組やってましたよね、 あんな感じ、天城越えをギターで歌うとかね、 そんな感じに近い、うん、なかなか、わざとらしい音楽で、今聞くとそのね、いわゆるそのライムベリーがやってるとか、ビスがやってるロック、ライムベリーは関係ないか、ビスがやってるハードロック、あとはベビーメタルがやってるハードロックっていろいろありますけれども、パディロケがやってるハードロックっていうのはその90年代、80年代終わり90年代の懐かしい泣きの、まあ、明るめのロックを、面白いのは直球でやってると、あのそこに間にラップが入ったりユーロが入ったり、その構成で、まあ、ごまかすと言っちゃなんだけども、ミクスチャー的に、まあ、やって、例えばミライボールみたいにこう面白くしたりっていうところがまるでない、すごくそこの点はストイックなんだよね、直球。例えばベビーメタルの曲なんてすごくよくできてるじゃないですか、ね、途中でユーロとか入れたりね、すごく楽しく作ってあるし、でもはなんかデスロック、デスメタルみたいなのの世界観をちゃんと出したりして、で、まあ、言っちゃうんだけど、そういう小細工一切なしでね、なんて言うんでしょう、当時のアーティストは当時のまんま、作りましたみたいな、そういうハードロック、それで歌を聴かせるっていうその直球具合がなかなか考えてるなと、うん、思いました、うん、なんかすごくダンスはすごいし、僕が一番最初にビフラットに惚れたのはですね、この子たちのダンスはすげえなと本当にいうのが最初のもう、つかみだったわけですけども、それだけじゃなくて、まあ、もちろん全般的に成長するよっていうのはあるけども、もう嬉しかったのはそのちゃんと歌でもこの子たちはやるんですっていうことと、もう一つ大事なこと、全員歌いますよと、全員歌わせます、パートメンバーのパートによってはなのか、ちょっとそのかぶせがあったりなかったりして、フルで、その空で歌ってる子っていうのと、なんだろう、若干かぶせが入ってる子っていうのは、まあそれぞれのスキルで違ったりするんですけど、でも全員歌わせてる、全員パート与えられてるっていうのはすごい良かった、うん、でそこを歌を大事にしてる、ね、心の歌を歌で聴かせる心の演歌ですと、うん、っていうのがその入ってるのが、なんて言うかね、今後のパーティーロケッツをこう方向性が出る上ですごい良かったなと。あれが今ね、中1、中2、中3のああいうメンバー構成の中であれだけ見せられるっていうのは相当ないなと、本当にね、地域パレードと本当にいい勝負をするでしょう、うん、でまあ
まだまだ彼女たち弱いところはやっぱりまあ MC とかね、やっぱどうしてもその、コウメちゃんっていうリーダーの子があまりに全てが出来上がってると、ね、現場ではよく言ってますけどね、エースで4番で監督で球団代表までやってると、ね、野球の中で広報担当も全部やってるというぐらい彼女はもうすごい絶対的な存在で、でメンバー自身もそれをまあ分かってて、なかなかこうコウメちゃんに突っ込んだりねっていうのができないところもある。でブログなんかもやっぱり彼女長文でですね、いろいろ企画したりとか、本当にすごい、うん、全てが揃っている今のライブアイドルの中でね、ここでなかなかまあそれをこう関係性がね出てくるのはまだこれからだと思うんですけどね、ふみかちゃんに期待です。なのでなかなかこうワントップすぎて、あまりのワントップすぎてメンバーがちょっと他のメンバーかすいたところもあるんですけどね、そこがドロシーで、もったいないなといつも思うのはマリちゃんの曲声があまりにかっこよすぎる、良すぎるからマリちゃんしか歌ってないところが多すぎると今も思ってるんですよね、うん、だそれがいつも残念だなと思ってるんで、いや小梅ちゃんが歌えるのは知ってるよと、ね、表現も素晴らしいのは分かってると、でも他のメンバーにいかにこう育ってもらえるか、頑張ってもらうか、成長してもらうか、前に出てもらえるかっていうのがね課題なわけじゃないですか。でそこはもちろん運営さんも分かってるわけで、曲に与えられたパートっていうのを少しずつこう変化させてね、今回その夢見る少女じゃいられないっていう、これもうずっと昔前からコウメちゃんのソロ曲みたいな感じでやってたんですけど、そこに少しずつ、はるかちゃんかね、2人で歌わせたりとか、あと上下でハモリで歌わせた歌ったりとかね、そこをちょこちょこ変えてってるのが面白いなと。パート分けってある種ね、固まっちゃったもんでもう変えられないとか変えるの大変とかっていうのがあるのかなと思うけど、そこがすごくねここのパーティーロケッツは柔軟に、これもドルシーもそうなのか分かんないんですけどね、柔軟に変えるんですよね。でお仲間さんが、あそこのパートの歌うのいつ変わったのって聞いたら、いや今直前言われましたと、ライブに出る前直前に言われました。そこで対応できる彼女たちもすごいし、そこでそのシャッフルしてこの子が歌ったらどうなんだろうなとかね、この子を歌わせてみようとかって、そこのパタパパッと変えるっていうのがいいなぁと、うん、お客さんってそういう、なんでしょう、アクシデントじゃねえや、そういうハプニングじゃねえや、そういう意外性というかね、あれこの曲ってここ歌うんじゃなかったっけっていうのがこの公演だけ違うとか、そういう希少性が見たいわけですよ。特にそのパフォーマンス系のグループを見るときはね、この子のこれここのパート面白いじゃんとかっていう、やらされてる方は大変でしょうけどね、間違えちゃったり、これでも実は女子流にもないところで、これやるんだっていうね、ある程度その、リハではやらなかったことっていうのをいきなり突然本番でパパッと、まあ社長さんがそこでねプロデュースもやってて、音楽面も見ててっていう方がそばにいらっしゃるっていうのもあるとは思うんですけど、そこで、臨機応変に変える面白さ、ね、メンバーは大変だと思うけど、でもねそういうのがあればこそ、私ここ覚えとかなきゃいけないとか、全部曲分かってなきゃいけないっていうところもあるじゃないですか、ね、自分のパートだけ分かってりゃいいんじゃないと、全部曲っての分かってなくちゃいけないと、でいつここは私歌わせられるか分かんないしっていう、そのまあちょっとこれ意地悪な言い方ですけど、そういう緊張感みたいなねのはやっぱ大事だし、いつもこれは別にパチロケ云々じゃなくて全般に思うのは、このライブに行ってこのライブしかないものを体感できたから嬉しかった楽しかったっていうのはあるわけですよ、うん、それはもしかしたら MC かもしれないし、接触かもしれないし、アンコールが何とかっていうのもあると思うんでね、それいろんな要素があると思うし、それが単にですよ、単にそれがセットリストだけっていうのはなんかどうもつまんねえなっていつも思ってるんですね、うん、こっちとこっちでセットリストが違うっていうだけの違いなのかと、それじゃ順番の問題なのかって
いう話じゃないですか。ね、それつまんねえなっていつも思ってて、だからセットリストだけでうんぬんっていうのはどうも自分だけに気が乗らないところはあったりします。でもパディロケット面白かったのはそこパートを変えちゃうっていうね、うん、っていうところのところで、あ、こっちとこっちでもしかしたらこの曲ってこのパートってこの時しかもう見えないかもしれないとかっていうのがちょこちょこと散りばめられてたら、その公演に行く意味がありますよね。一部だけ、一部はこうだった、二部はこうだったと、うん、その意味が分かっていくらでもやっぱりそこお金出せるなぁと思います。元前さん、初恋ロケットは好きな曲かっこいいですと。あ、そうか、ありがとうございます。ありがとうございますとだけ言っておきます。僕はね、ここの音源にないママには言えないっていう曲が最初の初期曲ではもう大好きです。もうこれ早く音源化してくんないかな。一番ステップ1が、ね、一番苦手な映像関係でここら辺出してくれたらね、流出してくれたらいいんだけどね、うん、今度ビデオ OK の人が作ってもいいかな。まあいいや、ママには言えない覚えておいてください。たくさん、アンコールの初恋でパート変えてきたの面白かったですねと。そうですよね、僕バカだからね、そういうの全然覚えられてなくてあれなんですけど、その聞いてるときはあれ違うよなとかって思うとね。でやっぱり彼女たちの調子もあるだろうし、まあ、全ての全てパート変えろとは言えないけどもね、そういうふうにこの子は今日調子いいからね、あの先発で行こうみたいなね、この子がちょっと不調だからじゃあちょっと、うん、ダンスオンリーにしようとかね、そんなのもあっていいんじゃないかなと。でまあ今後ねいろいろ固まってくればいろいろ雰囲気も固まってくるでしょうし、そこであの歌い出し君からあんたからやりなよとかつっていきなりね日和ちゃんから始めるとかでもいいと思うんだよね、うん、その柔軟さが実はそのパディロケのライブをちゃんと見始めて面白いなと思ったところですね。はるかちゃんが休んでしまった音玉ライブで、はるかちゃんの立ち位置だけ空いてるみたいなことなく5人で綺麗に踊ってたのはすごいなと思いましたと。もちぽさんもう一回読んじゃおう。はるかちゃんが休んでしまった音玉ライブで、はるかちゃんの立ち位置だけ空いてるみたいなことなく5人で綺麗に踊ってたのはすごいなと思いました。その通りなんですよね。あのね、そうそう思ったのがやっぱフォーメーションとかってあのすごく激しいダンスの中でも彼女たちすごい意識してて、もしかしたらちょっとダンスが苦手かもしれないユーカッチがね、ずっとこう後ろを見ててこうぐるっと回るフォーメーションの時とかで自分がどこにいるか自分がどこにいるかってこう意識しながらあの移動してるのを見てね、ああやっぱり彼女たちフォーメーションやっぱ相当ちゃんと言われてるし綺麗にしたいっていう意識があるんだなと、うん、思いました。だからねあれですよ、まあたまにはね、小梅ちゃんいないライブとかね、うん、やったらいいんじゃないかなと。小梅は渡辺小梅はプロモーションになってるため不在ですっつってね、で5人でやりますとかって最初に言っといてね、うん、で、誰がセンター取るとかね、別にそこで争いしろとかって言うんじゃないけどね、そこで、じゃあ私歌うよとかね、うん、もしかしたらそこで小梅ちゃんがいなくて5人だけで打ち合わせをしてね、もしかして君たちが決めなさいと、ね、君たちの歌なんだから君たちで決めてっつって、じゃあ私ここ歌うからここで歌うからっつってリハやってやるっていうのもいいかもしんないね、うん、そこがそれを見たいっすよね僕たちはね。そうやって彼女たちが自分たちの意思で、変わっていくライブを見たいしグループを見たいな、うん、ありがとうございます。あ、これ何ちょっとそのまま読みますね。ヤンディエさん、ヤンちゃんさんですね。ありがとうございます。初見です。ありがとうございます。もうちょっとでも終わっちゃいますかもしれないですけど、一応、アーカイブは残してありますね。すいません。ありがとうございます。ということで、ライブはね、ものすごく盛り上がって、ものすごく良かった。曲数自身は少なくて、11曲ぐらいか。小梅ちゃんなんて書いてくれたかな。
すごく良かったね。もうお客さんも、まあそのね、ちょうどまあ界隈としてもまだ固まってないところで、まあ、ミックスがどうこうとかコールがどうこうとかっていうのは実は、今何も決まってない、またそのグダグダあのぐちゃぐちゃ感も自分としては好きなんですけどね。良かったね。お姉ちゃんの14、またね、彼女たちもブログをまめに上げてくれるんだよな、まあ、正直あの新規の方にはあのなかなかライブ情報とかがあの、ね、オフィシャルサイトが正直機能してないので、あのもう仕様付けされている状態でですね、ほとんど更新はされません。でライブ情報とか見るときはほとんどブログからなの でそのブログもなかなかちょっとね、あんまりこう発信の方法がうまくなくてですね、最新のライブがどうなんだとかっていうのが分かりにくくなってます。ありがとうございます。私もそのかきくけさん私もそのぐちゃぐちゃ感が好きですと。そうですね、僕も好きです。そのね、ライブ界隈が混沌としてて、押しじゃんしていいのかどうかとかね、こっちで勝手にミックス打ってるとかね、こっちで勝手にコールやってるとかね、あ、こっちがいいかなとかね、このノリ面白いなとか、これそれダメとかね、そういう混沌としてるのは好きなんだよね。それ逆に嫌いな人もいるからね、なんとも言えないですけど、今小梅ちゃんのあれでちゃんとセットリストも上げてくれて、アンコール前は、11曲で、初恋ロケットダブルアンコールの形式をとってまして、まあ、よかったね。これダブルアンコールもとっても自然だった。もうすんごい盛り上がってたからね、多分あれもしかしたらダブルアンコールやるかどうかっていうのはあれだったんでしょうけど、もう会場がもう本当に温まってて、盛り上がってて、みんなもっと聞きたいっていう気持ちがすごく高まってたんで、やっちゃおうというところがあったのかもしれないですね、よかったよかった、本当にお客さん喜んだ。で WWW って箱自体があのすごく、あ、のちむさんありがとうございます。今のパーティーロケッツの、動員規模にとってもあったてましたよね、女子流で450人入れちゃったらちょっと入れすぎですけども、その今のパーティーロケッツを見に来たいという人と盛り上がりたいっていう人とビフラットから応援してるよという人たちのその何でしょう、熱が一緒になる感じっていうのは、まあ何て言うんでしょうね、その辺の大きなライブなんかよりもよっぽど今のパーティーロケッツの方が持っている雰囲気ですよね。すごく一つになる、会場が一つになる、勝手にあっちでミックス打ったり勝手にこっちでコールしてたりとかっていうのはあるんだけども、みんなでこのライブを楽しむっていう雰囲気はとっても一つになってたんだよな、だから楽しい、だから彼女たちもそれに乗せられてどん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 盛り上がってっていいライブになったと思いました。メンバー毎日ブログ更新してくれますよねと、本当そうですよね。あの最初の多分言われてたのかなと思うんですけど、最初の頃はその、あ、遅れてごめんなさい遅れてごめんなさいとかっつってね、まあ多分私が遅れちゃったとかっていうのはいろいろあると思ってあの上げてる感があったんですけど、今はなんとかみんなもこうネタを見つけてね、あのいいブログを書こうみたいなね、特にあかりちゃんのブログがなかなかこうあいあいに通じるものがあってね、なかなか感動させるんでね、そう、一部はダブルアンコールが、一部からダブルアンコールありましたもんねと、ね、その通りでしたね、で一部、二部の方が、お客さん多くて、一部の方が、ちょっと少なめだったけども、全然盛り下がるとかそんなこと一切なくて、もうそれはもう7月の W、ボックスのライブとか、もうアストロホールなんかとはもう桁違いでしたね。まあ、TIF で正直あんまりパーティーロケがこう、皆さんの目に触れたっていう気はないんですけども、まあこの何ヶ月間8月9月10月、まあ10月あんまり活動もしてないけど、そこでやっぱりなんかやっぱパーティーロケ面白いらしいよっていうのはみんな少しずつ
伝わってる、うん、みんな返しねっていうのはあるのかなと思いました。だからすごく期待度も高かったかな。で、この7曲8曲のところで、最初のアイリーさん登場のところですね。まあ普段は、B フラットの曲っていうのはやらないです。こう徹底してて、それはね昔の曲っていうか、まあ、つい最近まで歌ってたわけですから、それで盛り上がるのは当然なわけで、まあ、それをみんな見たいっちゃ見たい、見たい、すごく見たいなんだけども、そこはストイックに B フラット時代の曲は、パティロケッツはやらないかったんですよ今までね。ただし、この一部も二部も、同じだっけ、一部も二部もノーアイディーと、シャシャラブ、またこれかっこいい曲なんだよね。ちゃんとダンスの時間も取ってあって、で、その2曲、一部の方はそのアイリーさんがしっかりリードボーカルを取ってですね、まあ復活 B フラットみたいな感じでやってくれたと。そうだ、俺なんて書いてたかな、あの時。うん、そうそう、あ、やっと思い出してきた、うん、うんうん、それでその2曲をやったんですけども、まあ当然といえば当然なんですが、今まで何ヶ月何年もやってきたその B フラット曲、一応ノー ID シャイシャイラブっていうのは B フラット曲として分類されてるんですけども、全然クオリティが違ったよね。やっぱりすごかった。だから、ね、初恋ロケットも、やっぱもう、彼女たちはもう何百回も練習はしてるはずでしょうけどもね、それ以上にステージでもそうだし、練習でも歌い込まれた、踊り込まれた、その B フラット時代の曲をやると、彼女たちも輝きが全然違うっていうのはよく分かった。ですよ。ね、だから、ね、誰が言ってたんだっけな。ね、おっしゃってましたけども、じゃあこの自分たちのパティロケとしての持ち歌っていうのはもっとこれから練習してステージを重ねていったらどんだけクオリティが上がっていくんだと、ね、彼女たちのノリシロっていうのは改めてその B フラット曲をやったことで気がついたっていうふうに思いましたね。本当かっこよかった。やっぱりそうそうそう、僕がねちょうど B フラット見始めたのも、まあ、7人でね踊ったりとかショーケースでやったのもこのこういう曲をやってからのところなんで、はるちゃんとかがね踊ったりこう格闘技のように踊ったりね、小梅ちゃんが自分のねパートがないとその分ねマイクもなかったし、その当時はね人数分のマイクもなかったりして、で手がね開くわけだからその分ダンスもしっかり踊れるわけで、彼女の小梅ちゃんのカチッとしたダンスとかがね見えて、ああそうだそうだ、俺が見た B フラットはこれだったよなっていうのを思い出した。当たり前ですけど、もし思い出しました、それは曲云々じゃなくて彼女たちのパフォーマンスを見て思い出したっていうね、いい2曲でしたね、うん、で日和の生誕なんかがあってね、こんなよかった、うん、ここはまあ、いつも言ってるんですけど、ステップワンさんっていうのは割とその、可愛いアイドルっていうのをちゃんと、演出しつつパフォーマンスをやりますよと、その両立ができてるのがここすごいところなんだよね、うん、例えばちょっと話違いますけどね、ダンシングドールズとか、ね、フェアリーズとかっていうのはそのおたのりっていうのはなるべくこう切り離してアーティストでございますというとこじゃないですか。でそれは割とステップワンさん、ね、ドルシンもそうだけど、オタク文化っていうのを一応というかちゃんと取り入れてるね。ドルシンのお礼もタオルじゃないですけどね、そこのノリがいいんだよな、うん、だからね爆発するときはとってもその振り幅なんて言うんでしょうね、受け入れる幅っていうのは広いんだよね、ステップワングループっていうのはね、うん、おたのりしたい人、レスが欲しい人、ミックス打ちたい人ね、で僕みたいに
曲聴きたい、なんかパートが変わってみたら楽しい、ダンスが見てみたいっていう人も見るし、そこの幅はすごく広いし、何がうまいってそういうエッセンスをアレンジするっていうのかな、うん、そこがうまいなっていつも思います、うん、さっきのね女子流の話じゃないですけど、アーティスト性とかっこよさとスタイリッシュとアイドルグループっていうそのちょっと相入れない部分をどうこう、混合させるかしないかっていう難しいハンドル、難しいところじゃないですかね、うん、あ、もう終わっちゃったのかツイキャス、くそ見て、なんか見たかったな、うん、ツイキャス日和だな、もうくそ、ピンキャスアーカイブ残ってかな、そっと聞いてるとかって言いたかったな、あーちょっと、コメント、たくさん、そっとさんのまだ時間あるダブルアンコールあるぞって言ってたもんましたもんねって言ったっけ言ったっけでも客電がつかなかったんで、あ、これは2回やってくれるんだなっていうのはちょっとなんとなく思いました。あと僕結構ライブ中に時計見るのが好きなんで、それもあったかな、うん、でも雰囲気はもうダブルアンコールのそれでしたよね、うん、よかったね、みんな楽しかった、例のツイキャスからもっと帰ってきましたと、お帰りなさい、結局まだやってました、もう3時間半も喋ってね、結構こう早口で喋ってんだけどな、ということでですね、まあ今日ちょっとパティロケのライブの方に戻るんですけども、もうすごく良かったのね、もう一つ良かったのね、オープニングでビフォーアットが出てきて、そこからパティロケに繋ぐんですけど、そのテンポがいいんだよね。うん、これ今に始まったことじゃなくて、やっぱね、ステップワンさんがやるステージはちゃんと照明とかそのテンポとか曲の入りとか。熱を冷まさないとかね、そこがやっぱりよくできてるんだよね、うん、面白い。だからステージスクール系ではあるんだけれども、音楽性をすごくこだわりを持つ、やっぱそこの両立っていうのかな、スクールもやってます、でも音楽もちゃんとやりますっていうのはここのステパンさんの面白いところでね。他にも例えばアクターズスクールとかあるじゃないですかね、あのスーちゃん出た広島とかね、サヤスちゃん出たとかね、まあそこはあくまでその排出するところであってグループをプロデュースするところではないわけですよ、うん、広島アクターズ、まあマナミのリサがそうなるのかどうかわかんないですけどね、その発表会とかっていうのはものすごく大きいところでやって、もうその映像とかだんだんガンガン流れちゃってね、サヤスちゃんとスーちゃんが一緒に踊って歌ってるところとかもう普通にあるというところが、まあそのアクターズスクールとかの面白いところだと思うんですけどね。それでじゃあこんな子いますからオーディションでね受かりましたとかって、そこがまあそういうそのスクールパフォーマンススクール系のこうやり方だと思うんですけど、ねステップは面白いのはそれでグルーヴを作っちゃうとね、まあだからこそまあまあまあそのね、僕一番最初に B フラットにはまれなかったところは実はそこで、これ告知関係全然なってねえなというところがあって、自分はちょっとそこついていけなかったっていうのが実はありました。うん、ちょっとこれで情報とか追っていくのちょっと大変そうだなと思ってちょっと一歩引いてたっていうところもあって、パティロ系じゃないやチキパとの対バンとかも行ってなかったっていうのがあったんですね。だそこがまあちょっと手薄なのは、まあ、しょうがないっていう、まあ、ここもうまくやってもらえればなと思うんですけどね。ただすごいなと思うのはスクール系のことと運営と運営ね、それとグループプロデュースっていうのを一緒にやってるっていうのがそこの面白いところだなとね。具体的に言うとそういう教育してるとか、彼女たち結構昔からスクールにいますからね。まああのひーちゃんも元ステップワンにいたとかっていうのもあったし、なんだっけ月刊デビューっていうね、これパティロケが出てるっていうんで買ったんですよ。これね、ゆきりんの。でここでそのインタビュー記事があってですね、彼女たちがどれぐらいから、いたのか、スクール入ったのかって話が
あって、結構これ深い話があってですね、これまあ内緒ですっていうことが多い彼女たちにとっては、まあこういうそのインタビュー記事って結構貴重でですね、こういう、これね、結構これ面白かった。でそんな中で、ほとんどの子が、小1か、加藤くんの謝罪会見そうなんだ、もういいや、頑張ろう。皆さん聞いていただいてありがとうございます。また続けますよ。小1か、アーカイブ残しますんでね、もしあれだったら言ってくださいということで、何回見ますけど、小1か幼稚園の時からもうステッパーに入ってると。何か考えてみてください。小1から入ってたとしてもですよ、1,2,3,4,5,6、今中2だとしたら、はるちゃん幼稚園だったから、ね、今中1の子だとしても計6年丸6年ですよ、ステッパーにいると。すごいことですよね、これね。まあその間はね、もちろんドロシーとかがデビューしたりして、私もなれるかもしれないとかって言うけど、思うだろうけど、まあその相当なね、まあそれでたまに、まあそっか、たまにライブとか出て、小規模なやつ出て、そこでモチベーション保つっていうところもあるでしょうけどね、うん、僕ハロプロエッグ3年ぐらいずっと見てて、やっぱ何が大変だって、彼女たちがずっとやる気になる、やめないでやり続けられるモチベーション保つってことが大変だろうなと。続々とやめてきますからね、やめる子はね、まあ、向いてないとかいろいろあるでしょうしね。それが6年7年そこに居続けてですね、でやっとデビューできるっていう、その道筋を描くね、そのこんにちは、あのオーディション、あのっていうか受けに来ましたっつってね、小学校1年の子とかがね来て、そこからやって始まって、そこから見ててね、まあ川上さんの沢尻さんが入る時から見てるじゃないけども、そこから見てデビューまでつないでるって、音楽性までコントロールしてるって、そこがやっぱ面白いし、そりゃちゃんとやりたいって思うよね、思うっていうな、何十ね、まあ情も入るでしょうしね、こいつには頑張ってほしいんだよというとこもあると思います。それは単純にツンクプロデュースみたいに、この子みたいのが欲しいからこの子を取る、この子みたいのが欲しいからこの子を取る、可愛い系が欲しいから取る、セクシー系が欲しいから取る、背の高い子欲しいから取るっていう話はちょっと次元が違うと思います、で自分もちょっとそういうのが好きなんだなっていうのをちょっと気がついてきたっていうのが最近なんですね。ありがとうございます。何と呼びしてるのかな。あ、しばちゃんさん、ありがとうございます。初見です。パチロケ雑談と聞いてやってきました。ありがとうございます。大した話してませんので、お仕事とかね、もう遅いですし、あれです。してください。加藤君の謝罪会見見てえな。ありがとうございます。もうすぐやめます。しばちゃんさん、チキパとの対バンに B フラットオーターほとんどいなかったのは今となっていい思い出か。なるほどね。行きたかったな。僕そこだけが今悔やんでますね。あのマウントレーニア一回も行ってなかったな。でもハルちゃんとか小梅とかスパガオーで受けてるよねと。そうなんですよね。そうそこが面白いところで。これね、ABEX オーディション2010。ABEX オーディション2010ってほんとすぐ出てきます。で、この中で一番最後まで残ったのが、はるちゃんだと。吉木はるかさんが、割といいとこまで残ったらしいです。だからもしかしたら、ね、はるちゃんがスパが入ってるかもしれないと。でそこがその面白いところで、ね、面白いところで、なんて言うんでしょうね。基本的にその二面性があってですね、オーディション受けなさい、どうぞ受けなさいよと、もうモーニング娘。オーディションどうぞ受けなさいと、あなたの夢なんだからということで、ABEX のオーディションも受けて、だからその過程でひーちゃんも、まあね、ステップ1にいたけども、ABEX のオーディション勝って、じゃあ ABEX 行きますということだったと思うんですよね。だからそこは、育成して、まあまあ、
いい子をね、どんどんその夢を叶えるというそのスクールとしての、ところもちゃんと機能していると。でちゃんと結果が残ってるっていうのはすごいですよね。まあ、なかなかそのスクールのことがどこまで関係するかどうかわかんないですけどね、ちゃんと何々に排出って言えてるっていうところはすげえなと思いますね。それとグループでプロデュースするね、まあ残りのことじゃなんだけど、まあ不幸にも、幸か不幸か、幸か不幸かね、オーディションには合格することができず、そのね大手の合格することができずね、いる子で、まあグループを組むっていうこともあるっていう、その二面性があるのは面白いですよね。でそこでちょっと考えたんですけど、ね、まあつんくプロデュースで受かるから、まあ僕ちょっと最近嫌いだからっていうのもあるんですけどね、やっぱりこんな子が欲しいこんな子が欲しいっていうところに合致するかどうかで、そこが歌がうまいからとかダンスがうまいからとか可愛いからとかっていう、そのなんか標準的ななんか学力テストみたいな、そういうあれで取られてるわけではないと思うんですよ、オーディションなんていうのはね。うん、やっぱりその事務所の特質もあるだろうし、今こういううちはこういう子が育て、そういうこういう子が欲しいとかっていうね、ドラフトじゃないけどもそういう、趣向があると思うんですよね、オーディションする側も。うん、当然ね、それがそこにたまたま受からなかったっていうのは、別に彼女たちが頑張ってないからとか能力がないからでは決してなくて、そこにたまたまはまらなかっただけだと。うん、たまたまその要望需要と供給で、こういう子が欲しいこういう子はいない、あこういう子はもう他にもいるんだよね、だからいらないっていうだけの話じゃないですか。でそのこうジレンマというか、こんなに頑張ってんのにこの子は何もデビューできないというのは、僕はもうハロプロエッグを見ててですね、もう痛いほど見てたわけですよ、もう本当に。で頑張りと能力とオーディションに何か受かるグループとしてデビューできるということは全く別の話で、でそこで思い悩むその有能な子たちっていうのが今もたくさんいると。で図らずもこういう言い方なんですけども、たまたまそこにはまって能力がなくてもデビューできちゃった子もいるわけですね。それはそれでいいんですけどね、あの彼女たちの夢になるからいいんですけど、でもしねそういうところを目の当たりにして見てたら、いやーもったいねえなと。この子はこんなに頑張ってて、こんなに能力があって、こんなに真面目なのに、なんで見る目がないんだとね、っていうか不遇だなとかね、残念だなっていうのは、もちろんその近くでそのスクールとして、もしかしたらスタッフさんがね、社長さん見てたら絶対思うと思うんですよ。そしたらじゃあ一歩肌脱いでね、もうデビュー俺がさせてやるよと、もうこんなにすごいんだからというのが多分あるんじゃないかなとね、思いました、気がつきました、多分そうだろうなと。うん、別に社長さんに聞いたわけじゃないですけどね。だからいろいろ大変であっても、自分たちでもう彼女たちのこと分かってるのは私たちスクールですと、誰よりも分かってますと。だから彼女たちをなんとか日の目を見させてあげたいとして、グループデビューさせるというところまで作るっていうのは、まあある種こう筋通ってんのかなっていうね。うん、だからこそ、スクール出身っていうか、スクールからの、グループデビューアイドルさんには、なんかそこでね、ふつふつとこう自分のこう、天の弱なところが来て、モーニング娘。なんか負けんじゃねえぞと、チキパレードなんか負けんじゃないぞと、ね、うん、そんなオーディション組で受かった受からないなんかじゃなくて、普段を見てる人のそこの親元で、なんていうかデビューできて頑張れるやつを応援してよとか、なんかそんな風に思うわけですよね。ちょっと話違いますけど、アップアップガールズっていうのはね、皆さんご存知かもしれないけど、今ハロプロエッグっていうのもあるんですけど、ハロプロエッグっていうのは最初の時から2006年から、オーディションがあって、で最終的には2010年かな、うん、に、もうガラガラポンで全部なくなったわけですね。で2007年から2010年まで約3年間かハロプロ新人公演ということで、割と定期ライブを打ってたんですけど、その中から出たのがスマイレージなわけですね。でそれずっと見てて、
まあ不遇なわけですよ。まあそこから出たのが吉川優っていう子がね、あのソロで出たりね、あと北原さやかって多分まあ皆さん知らないかもしれないですけど、稲妻イレブンとかのね、あのテーマ曲とか歌ってる子、この子もすごい能力高い子なんですけど、ソロデビューしたりしたんですが、で最終的に、君クビね、君クビねとか契約終了とかっていうその引導を渡す時があったらしいんですね。で、まあハロプロらしく、研修期間を終了しとかっつって、なんかそんな甘ったる言葉言ってましたけど、結局はもうそこで一回清算をしちゃったわけですよ。まあハローとしてもそこはまずいと思ったんでしょうね、きっと。これだけ遊ばせといてデビューもできないで、結局できたグループはスマイレージというグループたった一つだけだったと。それも4人だけでしたからね。うん、ということで、そこで優秀な、とってもやる気のある、未来のある、頑張ってる能力も高い子たちっていうのを集めて、まあある種、言っちゃなんですけど、救済措置として始まったのがアップアップガールズなわけです。で、それもなんかどうやらツンクプロデュースとは別のところで、まあマネージャーさんがね、これじゃあかわいそうだと。まあそういう気持ちがあったかどうかわかんないですけど、この子たちを何とかしてあげたいと、何とかして世の中に出してあげたいとして動いたのがそのアップアップガールズの子たちなわけですね。だからものすごく能力が高いわけですよ。彼女たちは2006年からエッグとかでやってきて、あ、まあ途中から入った子はまあちょっと違うけどね、あ、ごめんなさい、あとマノちゃんとかもエッグ出身ですね。で、そういうの見てきて、私たちはモーニング娘。になれるかもしれないとか、あとあの当時とベリーズコブをキュートとかがすごく絶大に人気がある時でしたからね、きっとああいう風になれるはずだと思っててやったけど、結局エッグはなくなっちゃうし、スマイレージも入れないし、デビューもできなかったと。ハロプロ買い殺し現象ってやつですね。でそういう子たちですから、パフォーマンスやらせればすごいですし、当たり前なんですけどね、うまいですし、よく、もう本当にすごい。で、そこが痛快だなと思うのは、ここがツンクプロデュースと分かれてて、要するにアッパーカットみたいな曲を作ったりとか、竹中先生に踊りを作ってもらったりとかっていうその自由さがあって、アップアップガールズっていうのは今逆に注目をされてるっていうね。これハロータさんが逆に意外に思うぐらいで、他の界隈からアップアップガールズっていうのはこうまあ注目される、ツンクプロデュースから離れてるというのもありますけどね、まあ、そこがとってもなんていうかな、思いとしては近いかなとかって思うんですよね。ね、やっぱりこの子たちがどれだけ頑張ってたのかっていうのは、その近くで見てたスタッフさんは分かってるわけだし、なんとかこのツンクプロデュースっていうとは違うところで彼女たちが有名になってほしいと、日の目を見てほしいと、お客を呼べるようになってほしいっていうのは、ダップアップアップガールズのスタッフさんはすごくよく思いが強いと思うんですよね。うん、なんかおじさん的な視点で恐縮ですけど、うん、そんな風に思います。うん、ということで、なんかライブの話というか、でもステップ1のシステムの話みたいになっちゃいましたけどね。うん、っていうことで、これからもパーティーロケッツ、うん、ね、ちゃんと接触もやってくれるし、何よりちゃんと彼女たちは、まあ小梅ちゃんとかもね、まあ、記憶力もすごいし、何々さんですよねとか、外さん今日もありがとうとか言ってくれるとかね、まあ、すごい本当に、なんていうかな、まあ一部ではね、その、まあ、彼女たちやっぱそこプロ意識すごいから、あんまりピンチケ君との会話でこう深いところになると内緒ですとかってなったりするっていうところも あるんだけども、逆におじさんオタとしてはですね、まあそういうところはいいと、別にそんな覚えてくれるとかどうでもよくてですね、あのライブどうだったとか、あれはどうだったとかっていう話を、いやあれはですねとかっていうのをちゃんと向き合って話してくれる機会があるっていうのはいいなと思います。うん、すごい、その点ではとてもバランスが取れてるし、何よりライブは素晴らしい。もうね、新曲聞いた時にね、新曲だけどもうね、半分新曲には思えないぐらい歌い込まれてて、本当にね、まあツイッターでも書きましたけどね、どんだけ練習したんだろうと、本当に何時間練習したんだろうと、それは恐ろしくなるぐらいでしたね。うん、本当にやってんだろうなと。だからそれだけその客前に出す前に、すごく良いものにしてからお客さんに出すというその、ものがこう
結実するといいものになってドカーンといくんだけども、それ以外のいやもっと軽いノリでいろいろ見せてほしいんだけどっていう時はちょっと若干ストレスが溜まっちゃうこともあるかもしれないですね、その理想の高さゆえにね。だからまあ女子流の定期ライブじゃないけども、実はこんな歌を覚えてみました、ちょっとお試しで歌ってみますとかね、うん、そんなノリが今後、まあ、ちょっと高 あのいろんなもの望みすぎですけども、ステップワングループ、これドロシーも含めてなんですけどね、こんなカバー曲をちょっとやってみますよ、皆さんどう思いますみたいな感じのこうプレゼンテーションみたいなのあったらまあいいなと、うん、お客さんはそこを優しく見ると思うんで、あ歌ってなかったねとか、うん、難しいねとかって言いながら、そこもこうそういう体験もこう共有してったらいいんじゃないかななんて思いますね、うん、そこの両立があったらステップ1全般パーティーロケももちろんなんですけど、すごくいいステージに、ね、なると思うし、いいストーリーが共有できると思うんだよなお客さんと、うん、でね、これ TIF の時もそうだったんですけど、イベント、ライブをやってる時に、パディロケッツがあのファンタスティックシアターってあのね、ジュエルの時にあのステージが壊れちゃったあそこで見てってる時に、後ろでドロシーのメンバーが椅子座って見てたと。でまあほらね、空き時間があったら別に物販でもやって日銭稼ぐでもあれですしね、いろいろあの TIF だったら時間はあるわけですけども、まあ多分見せてるんだろうなと。で彼女たちパーティーロケッツ、まあ、ビフラット自体もドロシーとかの、ライブを見てたとね、見させてたと、多分ね、まあチラシ配りも何もしないで見させてたと思うんですよね。だそこがさすがちゃんとステパンちゃんとしてるなっていうのはやっぱり見とけと、でお互い刺激し合えとね、それをちゃんとまあ意識してるんだろうなと。わざわざ時間取って妹もしくはお姉ちゃんのグループのライブを見せてるっていうのがすごいんだよね、うん、で、B フラットはその当時の B フラットは去年ね TIF ね、来年は出ようねと、私たち来年出ようねっていうふうに決意し合ったと。いい話じゃないですかこれね。ね、まあ、TIF もまあね、うぞうむぞうのいろんなグループがあってこれ出んのかよみたいなねのもありますけども、まあやっぱり TIF っていうのは大きなお祭りであって、そこにステージ出たいなと真面目に思ってる子たちもたくさんいると、でそこで決意を新たにするっていうところのステージなわけなんですよね。でそれをちゃんと見させてるのもそうで、刺激を受けさせてるのもそうだし、ちゃんとあの渋谷 WW のパティロケのライブも、ドロシー全員なのかな見てたと、うん、で最後ねリーダーが物販を、手伝うためにちゃんと T シャツまで着替えてた、パティロケの T シャツに着替えてたと、さすがですね。そこがさすがだし、なんて言うんでしょうね、姉妹グループがあるとこのいいところね、やっぱお互いが刺激し合うっていうのもいいし、僕としてはですね、そこからドロシーリトルハッピーがなんかこうまたいいグループに変わっていくといいなとね、やっぱドロシーファンは、もちろんドロシー本人もそうですけど、パーティーロケッツデビューできてよかったねなんて、歓迎だけのあれじゃなくですね、やばいとこれ全部流れるぞとかね、やっぱりそういう危機感相当持ってると思います。うん、なのでね、例えばパーティーロケッツの楽曲もいろいろ坂本悟さんの件でいろいろありますけどもね、まあこれパートを変えたりとかですね、マリちゃんだけじゃないドロシーだとかですね、そこはもうドロシーはもうお姉さんのグループですからね、ある程度自分たちでいろいろ発想できると思うんだよね。まあどこまでそれが許されるかどうかってわかんないですけどね、ドロシーが妹に触発されて、変わっていくでね、まあ、ドロシーリトルハッピーっていうのはね、ハローにも負けないグループだと思ってますよ僕も、うん、だからそこから変わってほしいなと、自主的にね、うん、つんくプロデュースとかね、なんかそういうの大人にやらされてるじゃなくてね、やっぱりなんかかなちゃんとかまりちゃんとかのね、やっぱ年長のグループメンバーもいるし、
その辺はリンクとか人数多いからっていうのもあるけど、よくできてる、なんていうかな、グループの中で私たちどうしたら面白くなるとか楽しくなるって考える機会があるっていうのがいいし、そこにちょっと期待をしたいなと思いました。うん、ちょっとコメントを読みます。アプガは、楽曲もダンス振り付けとかも可愛らしくて好きですと。そうですよね。でね、僕逆にね、ちょっとね、これ障害になっちゃってるんですけどね、アップアップガールズはやっぱりね、ずっと見てた2007年からやっぱりハープレイク新人コール見てるがゆえにですね、ちょっと思い込みが強すぎて、どうせハローだろうとかって、だってなかなかアップアップガールズをこうニュートラルに見れないっていうのが実はあります。うん、もし僕そこが新人コール見ていなかったら、多分アップアップガールズも普通に今今日見に行ったと思いますね。あのツンクプロデュース、ツンク曲少なければ。うん、柴ちゃんさん、プロ意識強すぎるから、初見で DD 接触中を取り込むのは難しそう。そう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 。その通りですね。うん。おっしゃる通りですね。うん。そうそう、そうなんですよね。うん、だそこがね、僕ね、逆にいいのかなと。うん。なんていうんでしょう、何々さん、初めてなんですねとかっていう、そこの接触の部分では別に取らなくてもいいのかななんてちょっと思ってはいます。だから確かに今の部分では新規でその分かりやすい接触でお客を取るというところでは、確かにこういうそのプロ意識というか線の引き方っていうのかな、お客さんとの、そこは、まあ、正直障壁かもしれないですけど、だからといって接触中全部喜ばす接触でっていいのかなっていうのもちょっと思います。これは僕はおじさんだから、これがピンチケ君の世代だったらそう思わないと思いますけどね。おじさんだからそう思うのかなと思います。うん、単なるひがみですこれすいません。仙台の TBC 夏祭りの時、パティロキがドロシーのステージ見てたんだけど、その時のパティロキの表情が真剣で、むしろ怖かった記憶かと。なるほどですね。うん、そうですよね。うん、いい話だ。うん、本当そこだから勝負ですよね。うん、本当そこがね、伝わってきていいんだよな。うん、おパティロケ出演、ランプさんありがとうございます。パティロケ出演情報来たよと、10月27リンク貼れないけど、お、なんだこれは、なんだこれは、マジか。あれかな、ツイッターかな。え、何情報だろう、ブログじゃないですよね。まあ いや、ちょっと後で見よう。10月27土曜日、マジか、マジか。まあ いや、ちょっと後で考えよう。10月27、まあ、午前中じゃないだろうな。まあ いや、いや、何ですと、と。そうですよね。どこ情報だろうなんかヒントでも入れていただけたらありがたいです。ありがとうございます。なんだこれ。ステップワン、ちょっと待って、ちょっと、コメントを読みます。ライブじゃなさそう。ありがとうございます。何と読みしたらいいかな。タッツーさん、ありがとうございます。初見ですが、すごくお話が面白いです。最後までを聞かせていただきます。ありがとうございます。すいません、こんなへりくつユースト、ありがとうございます。33人の方、ありがとうございます。あのアーカイブもちゃんと残しますんでね、もしよろしければ早く寝てください。ランプさん、ドロシーイベント、あ、そういうこと、ステップはほぼ出演だねか。あ、そういうことか、ドロシーか、ドロシーのツイッターからか。なるほどね。ありがとうございます。リンク。あ、ありがとうございます。ツイキャスアーカイブあるみたい。よかった。ありがとう。嬉しいよ。そっちか。福島か。仙台か。あ、なるほど。宮城、福島、イベント出演。なるほど。子育て応援団、健やか2012、積水ハム、スーパーアリーナ、これ福島だっけ？積水ハム。
なんだたくさんいけるじゃんこれ。なるほど、保育園発表か、面白い仕事するね。なるほど、宮城テレビ主幹か。なるほど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 、なるほどなるほど。ぜひ福島方面、北関東のお客さん、ぜひ行ってあげてください。僕ちょっと無理だこれ、仕事もあるし。情報ありがとうございます。ありがとうございます。ムチプさんありがとうございます。ライブじゃなさそうですね。ランプさんありがとうございます。しばちゃんさん、10月27日無線接触ありそうな空気そうですね、若干そんな空気ですね。ああそうか、たくさん行けないんだその日、別件で仙台か。そうかそうか。あ、花咲組って椎名ちゃんの番組、そうなのか。ウィキャンガール絡みか。あ、なるほどね。なるほどね。そっかそっか。ちょっとね、ブログの方、あとでじっくり読ませていただきます。ありがとうございます。ということで、まあ、ちょっとね、本当は一曲ずつ、言いたかったんだけど、まあちょっと忘れちゃったっていうのもあって、よかった。もう本当にね、正直期待以上でしたね。まあこれファンだから言うんじゃないですけど、この辺はクールに言いたいですけどね、渋谷 WW はもう期待以上でしたね。本当に自分は2部ちょっと番号よかって何だろう、1段上がったね、2段目のところの最前というか真ん中ら辺に入れたんですけどね、本当にアホみたいにケチャしてました自分でね。よかった本当によかった。あとはね、まあちょっと運営好きの自分としては、そのこういう曲をこれからパーティーロケッツはやりますよ、やらせますよ、頑張らせる、頑張りますよっていう、そのいろんなこう方向性が見えたのがよかったね。ライブで見れるアイドルグループがまた一つ増えたし、これそのなんて言うんでしょうね、まあ今年の2月でしたっけ、ガールズポップレビューねっていうのがあって、そこに女子流とドロシーと B フラットとあとドリゴと、あとは大阪系の、あの時フルーティーも出たのかな、あと大阪系のダンドルは出たんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけどね、そういうのがありましたけど、いわゆる、パフォーマンス系アイドル、なんかちょっとね、薄っぺらい言葉ですけどね、そういうその勢力っていうのは今まではなんとなくドロシーと女子流だけみたいな感じでありましたけど、ちょっとこれから、まあ、ある種厳しい時代になるし、そういうのが好きな人にもちゃんと曲も楽しい、ダンスも楽しい、歌ももちろん楽しいね、接触の抜きにしてステージだけでこれだけ楽しめるっていうのがもうこう勢力としてできてきたとね、888デコパチっていう、その楽しいのもいいけれどもね、単純にステージを楽しむ勢力っていうのができてきたのかなっていうのはなんかいいね、そこが嬉しいです自分としては。まあそういう意味では、まあ東京女子流もこれから厳しくなるしね、なかなかレベルも高くなってきちゃいますけど、戦国時代でね、やっぱこういうところがちゃんと残るべきだなと思います。まあそれは好みもあってあれですけどね、何が淘汰されると言ったらこういうところがちゃんと残っていくあるべき、なんて言うんでしょう、単になんかもうアイドル部も終わりだねとかそうじゃなくてね、残るところが残ると、真面目にやってるところが残ると、お客に感動させたいところがちゃんと残るという時代であってほしいなと思います。しばちゃんさん、運営の人と仲良くなるとどういう曲聴きたいですかって、あっちから話振ってきますよ。あ、そうなんだ、なるほどね、ありがとうございます。僕ね、まあ、なかなかまだ B フラットっていうかステップ1界隈が新参なんで、
なかなかこう、おじさま、お上さん、あと社長さんがちょっと忙しそうだっていうのがあってね、あれなんだけど、本当ね、よくドロシー界隈の方からよく聞きます。あ、もう本当にあの話すごくよく聞いてくれると。うん、だからね、何がまずいとか接触のやり方が何とかとかっていうのはあったら、あのそれは知らないだけだからと、うん、あのちゃんと話聞いてくれるよっていうのはとってもよく聞いて、僕が実はそのパーティーロケツ行こうと、これからも行こうって思えたのもそこでなんですよね。ドルシー界隈の方々が、まあ、ちょっと去年の、暮れとかでステップワンライブがわーっと増えた時に、まあ、正直いろんな人がいてですね、まあ、ちょっと厄介系の人もいたりして、僕ちょっとそっちが苦手なので、あ、こういう人がいるんならちょっとここはしばらく行かないでおこうみたいなのがちょっと実はあったんですよね。うん、あの界隈的に、界隈というかお客さん的にちょっと苦手だった、うん、っていうのがあって、あんまりなんかね、せっかくいいライブしてんのに、まあ、僕あの会場で喧嘩とか起きるの結構 大歓迎でいいんですけど、これから応援したくなるというグループでそういうのがあると思うとちょっとついていけないなっていうのがあって、だからチキパのライブもすごく行きたいんだけども行かないのはそこです、うん、チキパレードすごくライブいいし、フェス系ではあのもう行楽最高だなと思うけども、正直単独には行かないのはそういう理由があります。嫌な気分になりたくないんでね、うん、ということで、あのそこがドロシーの太田さん、まあね、あの仲良くしてたももクロ太田さんがね、いろいろいてくれて、いろいろ話つないでくれたっていうのもあるんですけど、いやいやいや、そんなことないよと、ステップ1がちゃんと見てるし、あの素直に聞いてくれるよっていうのをいろいろ話を聞けて、あ、大丈夫なんだなと、まあ、ウェブの告知がなんとかとかそういうのをちょっと抜きにして、ちゃんとお客と向き合ってくれて、話聞いてくれて、話をしようと、話っていう姿勢がある方々なら、あ、自分としても、今後生き続けられるかもねと思ったのが実はちょっと大きくてですね、そのドロシー太田さんの雰囲気というか情報というか、そこからバディロケッツに、ね、ちょっとたまにあのそっとはなんでバディロケ急に行くようになったんだとかってね、いうことを言われたというのもなんかちょっと耳に挟んだりしてね、全然それはもう、まあ、パフォーマンス系が好きだっていうのもあるんですけど、そういうそのあ、ちょっと腑に落ちたところがあって、あのね、運営好きとしては、あ、じゃあステップワンさん真面目にあのね話とか聞いてくれるんだったら余ってもいいかなっていうのはあったっていうのもあったりします。うん、ちょっとコメント、あ、深尾さんありがとうございます、遅くなりましたと、ありがとうございます。ちょっともうすぐ終わりますけどね、アーカイブ残してますんで、ありがとうございます。犬郎さんね、ありがとうございます。新参なのでステップワンについて大変参考になりましたととんでもございません。特に B フラットと各グループの関係と、これのことですね。うん、意外にね、分かってるようで分かんない、まあね、B フラット自身があの研修ストリート生とかね、 B フラット生とかって、ね、名前だったらいいんだけども、ここはまあなかなかちょっと難しいっていうか、あの他とちょっと違う体制があってね、バーサスキッズとかって分かりやすい名前じゃないっていうところがちょっとあれでございますね。あ、どうもありがとうございます。いつもありがとうございます。こんばんは、お邪魔しますと、もう純里さんありがとうございます。ちょっともうすぐ終わっちゃうかもしれないんで、すいません。もう2時間しゃべって、4時間しゃべってか、ああ、ありがとうございます。そろそろ落ちます。あの、先に失礼します。うん、どうぞ寝てくださいね。もう2時半ですからね。おやすみなさい。うん。ということで、パーティーロケッツ。ね。ありがたいことにですね、とってもあの、今後の、まあ、その、ね、なかなかこれが、そのイベントの仕方として難しいのは、あんなに素晴らしい渋谷 WW があって、あったから、そこからまた見てみたいと。ね、そこから始まった例えば WWW 新規の人だったら、あ、なんだ B フラットと全然違うじゃんとかね、要するに前の B フラットを知ってたとしてもパーティーロケッツとしてどんなライブをするのかっていうのを知ったっていうのは結構多いと思うんですよ。そこで、あ、パーティーロケってこういう路線で行くんだなと、すげえじゃんって思った人も多いと思うんですね。そういう方にとっても
あ、なるほど、これだったら見てみたいなっていうところがあると思うので、ですね、今後はですね、11月18日、横丁祭り渋谷アクス、これはパティロ系、チキーパー、横丁祭り、最初はね、最初はパティロケぐらいしか、まあ、ビッググループというか、なんていうかね、あれが出なかったんだけど、結構後でいろんなグループが発表になりました。そうか。ドルシーは、これ、小倉でやるのね。今後のスケジュール。これ横丁、アイドル横丁。まあ、皆さん、いろいろイベンターとしてはいろいろ思いがあるかもしれませんが。でなんかね、これ中学生歌姫決定戦、ジョイサウンドがタイアップで入ってるみたいで、カラオケと絡めた、イベントにするみたいですね。ということで、なんかまあ中学生といったうどん兄弟とかも出るんだよね。だから割と、フォアガールチューチュー、あとはとちおとめ、あとダブルストリート、ウエストストリート、ストリート名古屋勢、あとプラモも来るんだね。あとチアチア、うどん兄弟、これアンナズって言うんだっけ、これも結構歌うんだよね。で B フラットも出るし、ちょっとわかるわかんないですけど、割とそのなんていうんでしょう、いわゆるその口パク系は一切ないと。みんな生歌系の、グループさん、確かプラモンもそうだよね。ちょっとわかんないごめんなさいね。なので、そのまあ割と歌を頑張る、ちゃんと歌うグループかなというところで、結構これは面白いかな。ありがとうございます。確かにデビューイベのボックスと WWW では客層が違って全然違ったなと。その通りですね。ボックスはモッシュ主体だったけど、今回は地蔵も多かったと。全くその通りですね。だからね、やっぱりボックスはなんだろうね、アストロもそうでしたけど、どんだけ湧いてやろうか、どんだけなんとかしてやろうかみたいなね、っていうのはありました。で僕もそれ見て、まあ、どうなんのかなっていう、まあ、全然ね、まあ海のものとも山のことも分かんなかったんであれでしたけど、だいぶその WWW まで、まあ、3ヶ月いろいろなイベントやってきて、まあ、パティオケ界隈っていうのはこういう感じで行くんだなっていうのはちょっと方向性が見えてきて、まあ枠とか湧かないとか、そういうのはちょっと置いといてちゃんと見たいっていう人が増えたんだなと。あとはそうだね、やっぱ正直女子流からの流れっていうのも多かったと思うんだよね。まあ僕の周りがそうだっていうのもあるんですけど、やっぱり歌ダンスちゃんと見たいっていう人がパティオケッツを見たいっていう人が増えてるなと。すごくいい流れだと思います。湧くときは湧いたらいいと思うんですけどね。ただ人に迷惑かかりちゃいけないと思います。ということで、その11月18日が横丁祭りと、で次が11月25日、これがちょっと微妙っちゃ微妙、あこれがね、新潟だ。まあ多分僕はいけない。ただこれ面白いんでね、面白いアップアップガールズと、ハイパーヨーヨーとパティロケとネギっこと、なかなか素晴らしいメンツなんだよね。生きてっちゃ生きてんだよな。でもこれ見たらこれ帰れないんだろうな、きっとな。新潟駅から近くですね、これザプラネットっていうところ、一応調べはしたんですけど、これ行きたいんだよ。富士終わりとかで新潟が帰ってこれるのかな。新幹線じゃなきゃいけねえだろうな。行きたい。これはちょっと行きたいな。はい、ありがとうございます。ちなみにあの時に暴れてた連中、ボックスってことですね。はチキパオタ。あ、なるほどね。音玉で本人にとつって確認しましたと。なるほどね。なるほどね。まあまあ。ね、湧く人が今 DD 時代なんで、何々オタっていうのは
なかなか難しい時代ではあると思いますけどね。ただ確かにそういう人たちが言っている主戦場は今チキパであるということですね。まあチキパのライブ面白いもんな。なるほどね、じゃあこれは次のアックスは燃えるな。これちょっと僕もコンタクトレンズでもして頑張って前の方突っ込もうかな。あ、ありがとうございます。純里さん、プラネット最高の箱です、音も最高です。あ、なるほどね。たまにあれオキテポルチェさんとかが DJ イベントやってるのもこの箱なのかな、よくわかんないけど、なるほどですね。行きたいな。ちょっといいグループ出るんだよね。でそれぐらいかな。 あとね、10月28日これ日曜日なんでちょっとあれかもしれないんですけど、そうそう、これね、小梅ちゃんのブログが一番わかりやすいっていう、どうなんだよっていう、もうね、小梅ちゃんもそのあのここの情報のあれがあの難しいっていうのはよく分かってから知らずかで、ね、いちいちあの今パーティーロケで出てるあのイベントはこれですよっていうのを告知を一回一回まとめてくれてると、さすがだね。これをやって始めたらふみちゃんもやり始めてね、みんなやり始めた、いいね、こういうところは。10月28日10月28日なんだっけ、19時20時アメブロのユースト、アメブロのユーストでパティロケがゲストでトークをやると。日曜なんだよなこれね、みんな現場行ってるんだよな。ちょっとあれで俺も見えるかどうかちょっと分かんないですけどね。で、次が、あ、これ11月6日書いてないかな、そう11月6日、アイパラアイドル、渋谷オイスト、アイパラアイドルテーマパーク、これがねちょっと一緒に出るグループがね、まあ、微妙って言っちゃいけないかな、アイカレナーボー豆腐な、ナナちゃん、スターマリー ETC という感じで、ちょっとチケットが高いんだよね。3500足す500円、多分これ物販あんじゃねえかな、があります。そうその点ですね、今言いました、11月6日渋谷でイベント、これですね、がありますと。たくさんアックスに2回取ったんですね、やった。俺もね取ろうと思ったんですけどちょっとタイミング逃しちゃって1回しか取れなかった。ちょっと後で打ち合わせましょう当日。ありがとうございます。俺なんて言ったらいいかな、オレンジさん、分かりにくさ最高値のブログで申し訳ないです。え、どっちかな、え、どのブログだっけ、はい、そうです、おきてさんもしょっちゅう来ています。なるほどね、映画館を改造した箱なので傾斜があって後方からも見やすいです。なるほどね、最近映画館改修、改造ライブハウスっていいっすよね、なかなかね、あのロビーも広いし、だから、あ、でもまあダメなとこもあるっちゃうけど、タッツさん、おっしゃってた通りで、ファン層は女子流みたいのが良いですよねと、パティロケファン自体がまだまだ少ないですが少しずつ増えてきてほしいですと、パフォーマンスが素晴らしいだけにと。そうですよね、だからね、枠湧かないとかそういうあれはあるけどもね、ね、なるべくいい、まあファンができることね、まああんまり
何禁足事項とかね言うのもなんですけど、でもまあミックスなんだろう、場違いなミックスは打たないとかね、ここでは開かないとか、ちゃんと聞くとかね、なんかそういうのってやっぱり歌さんの方もすごく感じるし、あ、ここ俺のいるとこじゃねえなっていうのをね、界隈ってそうやってこう形成されていくもんじゃないですかね。なんかいずれなとかね、なんか怖い顔されるなとかね、言うとやっぱり安い、居心地がいい現場の方に流れるっていうのはあるんで、やっぱそういう、まあ、